もう始まってんですか。ビワチャンネル始まるよ。全員集合。はい、どうもビワチャンネル K です。すいません、お久しぶりでございます。はい、お久しぶりです。今日はね、グレープベースさんからお願いいただきました。はい、すいません。100% なんでここ100か。100だって100。100って本当ありえないよね。まあ、でも本当に、なんていうんですか、ブドウをギャッてやって全部そこに入れたみたいな。もうすごい乱暴な言い方するとそういうこと。すごいのよ。こうなんて言っていいのこれ。商品名を言うと、ネクターみたいな。ネクター。そうそうそう、あの八ヶ岳シャインマスカット。そうそうそう、100、うん。まあこれこのまんま売るかどうかは分かんないです。分かんないですよ。分かんないです。これを取るのにどうすりゃいいんだっけ。はい、あれ線抜きないですか。うちで会社で線抜きってなんかどっかにあったような気がするな。さすがに栓抜きは持ち歩いてないんで。そうだよね。なんかあります栓抜き。もうしょうがないよね。そうですね、割らないでください。うん、でも一番おおおお、すごい、ウォーターポンププライヤーで開ける人初めて見ましたけど。まあちょっと一杯飲んでみてください。はい、うお、このすんごい、これとろみがすごいですよね。 100% って分かる。 100% いきます。はい、いただきます。ぶどうすごいね、これすっごい濃さじゃないですか。これどうやって作ったの。業者さんです。よかった、自分たちで作ったかと思った。いや、できない、できないです。いや、これでもすんげえ美味しい。これ今ストレートで飲んでもらってるじゃないですか。もう一個あるっすよ、飲み方が。何、こりゃ美味しいわ。これで割るんですよ。出たサイダーでもこれでやっちゃうと甘くなりすぎないって思うじゃないですか。うん、あの普通の炭酸水で割ると薄くなりすぎちゃって味がしないんですよ。じゃあこれ50-50みたいな。50-50ちょうど今こうね、半分ぐらいだから、はいはいはい、で割ってもらうと、その炭酸がプラスされて、よりいい感じになるっす。うん、うまいっすよね。うまい、うまいっすね。この飲み方、多分一番うまいっす。ほんとだ、あのとろみがなくなるというか。そう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 、あの、なんていうんですか、よりジュースに近づくっていうか。うん、いや、これは美味しいね。これ、あの、おすすめの飲み方なんで。うん、あのうちのメンバーがいろんなものを混ぜた結果、これが一番いいって。そうそうそう。なんて言うんだろう。生地で飲むよりもすっきり。そう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 。さっと飲める感じだね。そうなんですよ。でもやっぱ三ツ矢サイダー分が入るんで、香りとかだとストレートの方がストレートの方がいい。ガツンとくるんで美味しいんですけど。いや、これこれハマるよこれ。いや、良かったっす。喜んでる。これ売り出しちゃったらハマっちゃうよ、多分。まあ、なんでどうするかなっていうところなんですけど、うん、まあ、まず今年試しで作ったものなんで、うん、まあ、あの当然今販売してるわけでもないんで、うん、まあ販売してないけど、これはこういう近さの人間じゃないと配れないやつだよね。なんで一回開けちゃうと、やっぱ充電はしてあるな、じゃあ。そうそうそう、違うものが。そうそうそう、なんで開けちゃうと、うん、1週間ぐらいで飲んじゃった方が。あ、なんでうちでは、うん、例えばその割って飲んだりとか、うん、あとあのヨーグルトにかけたりとか、スーパーカップにかけたりとか、うん、結構いろいろありました。それはでもぜひ商品化 してほしいな。あの、じゃあその要望は多分この動画で伝わると思うんで、うん、じゃあ買うよ買うよ。でも買いやすい値段にしてくれないと皆さん買ってくれないから。100っていうと結構な金額になるはずだから。で、この量ですよ。そう、750ぐらい多分入ってると思うんですよ、ね、確か。まあ、これ相場でいくと3000円ぐらいだよね。まあまあまあすると思う。まあまあするよ、ね、まあまあする。3000円だと多分買わないから売れって言ってる割にこうちょっとね、みんなのこの意見を見たり聞いたりして、はいはい、でもこれは美味しい。いや、美味しいですね。美味しい、美味しいんですけど、まあとりあえずちょっと今回はそのグレープベースではみんなで飲んだ動画を出して、うん、ちょっとなんとかピュアで出しちゃったんで、うんうん、ちょっと無理やり今日来ました。そうだね。いつも忙しいっつってちょっとライブも休むくせに。そう
いやしかもあれですよ、この動画で言うのもなんですけど、もう動画半分消えましたからね。ああそうだね、えらい目にあってるんだ今。そうそうそう、年末からちょっとえらい目にあってる、ね、いややばいっすよ。これで2回目だね、2年の間で。いや本当です本当です。もうちょっとやり方変えなきゃダメだね。まあでも今回はその今回入れてた映像が入ってた HDD が悪かったんで、うん、そのまあ、違うものには変えたんで今度、うん、HDD から、今流行りの、なんだっけな、あ忘れちゃった、 HDD の次世代のものがあるんでそっちには切り替えた。いやこれ俺はストレートがいいな。ストレートの方がいいですか。やっぱ生がいいね。ビールと一緒っすね。まあ編集者にはあまり絡まないから。まあそうですね、あのこの動画にしても、まあ、そっちの会社にしても会社ですから。すいません、会社なんで。あのまあ本当にあの八ヶ岳シャインマスカット、はい、ぜひ商品化してほしい商品です。はい、はい、美味しいです。はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。はい、とんでもないです。それでは、はい、アディオス。アディオス。チャンネル登録よろしくね。SNS のフォローもよろしくね。できれば動画の拡散もしてくれたら嬉しいな。でも見てくれてありがとう。